わきわきわきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山がお送りしますガチャ動画。山形県です。これよりね、北上するとね、天童市があるんですけども、今回はですね、天童市でまずは僕の大好きなとんかつ三州屋さんのカツカレー。これね、タバスコ入れるんですけど、この酸っぱ辛いのがうまいんだよね。その後、山形県を南下する上でですね、13号線よりも1本西側の通りを走ってきますと、なんとレアなレトロなガチャガチャが置いてある店があるんですね。はい、そちらに今から行ってみましょう。いろんなオブジェがあるね。はい、苔でできてるそうで、これは恐竜恐竜で、奥にはね、車があるんだな。これこれはもう動かないでしょ。うわー、苔だらけ、すごいねすごくですかこれ。桐原商店っていうところにね、ガチャガチャがあるんですよ。ほらねえ、お、何系、お、ちょっと違うね。エアバブル、ビーズボールと、のびのびカメさん。お、下がタピオカドリンクマスコットとアートコレクション。やっぱのびのびカメさん行きましょうね。やはりこのね、100円玉ですよ。よいしょ、買い100円。のびのびカメさん来た。カメです、カメさん。まずこれですね、のびのびカメさん。このガチャは知らんぞ。100円ガチャの救世主、共同さんですね。はい、のびのびカメさん、すごいね。カメさん ABCDEFGH まであるの。あら、首こんな伸びんだ、すごいな。わー、のびのびカメさん C かな、カメさん C。 やってみます。伸びんなすげえ商品。昔筋肉マンでね、こういうふうに伸びるやつありましたけどね。それが今度は亀になってるんですね。もう亀の目怖っ、亀の目怖いな。ビローン、これちょっと癖になるな甲羅もなかなかいいですよね。伸び伸び亀さん、以上です。もう一個はどうしようかな。エアバブルビーズかな。よし、よいしょ、うん、これが当たり。これ、よしと。これも共同さんですね。エアバブルビーズボールプニュン、ブルー&ホワイト、ピンク&ホワイト。なんとかラインナップもね、のびのびカメさん似てますけどね。これ、あ、これ柔らか。プニプニするの好きなのかな。ほら、プニプニ、気持ちはなんかと思うんだ。中がね、結構ガスガス言ってて。なんか一つポコ出てますけど。ねえ。うわ、気持ち悪い。ほら。このね、触った感覚が気持ち悪いんだ。これも飲みますね。中つぶつぶが硬いからまたちょっと変な感じ。これだけ一個出るのはちょっと気になりますけど、あ、取れたこの音も、この音好きな人もいるじゃないですか。これ音、癖になるな。これずっと揉んでますね。これいいね、雰囲気的にね。うん、ドライブしてるとね、ふとああいう100円のガチャガチャとか見つけるとワクワクしますよね。はい、そして登録者数1000人ありがとうございます。
他にもいろんな動画アップしてますんで、ぜひ見てくださいね。もちろんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。いやー、いいお天気の中広々としてますからね、大きな声も出して気持ちいいですね。はい、今年もいっぱいお米が取れそうです。以上、山形県天童市からでした。